ス2023、2月24日号ということでね、やっていきたいと思っております。見つけシャフェガム総帥ハッチでございます。まあ、今週もですね、また、まあ、競馬の結果を中心に4つほどね、ニュースを取り上げながら、まあ、こういった体でやっていきたいと思うんですけども、まずはですね、あのフェブラリーステークス、レモンポップが G1 初制覇ということでね、まあ、サウジ遠征組がまあ多くてね、今週末今度はサウジのレースがあるんで、もうそっちに出るという馬が多くて、メンバー薄かったんですけどもね、まあ、レモンポップの G1 初制覇自体はね、まあ、人気サイドでしたし、ね、あの一番人気でしたしね、まあ、妥当かなと。まあ、しかもね、デビューから11戦連続連帯での G1 初制覇。まあ、特に G1 馬ってことに限らなくても、確か JRA での、ね、連続連帯記録っていうのが、まあ、新山の16戦だったり、琵琶早秀の15戦だったりね、このあたりだったりするんでね、まあ、その辺が見えてきた。まあ、いわばね、あのこのまんま、まあ、この路線のみになるとしても、歴史的名馬に並びかけるようなね、活躍っていうのが今後も期待できるんじゃないかな、なんていう風な、まあ、そんな能力を見せてはくれましたね。まあ、そしてね、2着、3着は、まあ、レッドルゼルだったりね、名称ハリオだったり、実績馬。まあ、まあ、ただ、レッドルゼルは1002から1004の方がいい馬ですし、まあ、名称ハリオはね、長めの距離で結果を出してきた馬だし、しかも出遅れたという中で、まあ、距離不敵というのもあったかもしれないですね。まあ、そして、人気のね、もう一頭、4着ドライスタウトは、まあ、経験値不足なのかなと。まあ、4歳馬ってなってくるとね、まだパワーの付き具合的に5歳馬よりちょっと、まだ経験値不足っていうのが、まあ、世代的にも目立つところなんだけれども、まあ、その上でね、まあ、この、コバ重賞初挑戦だったという点を加味してみてもね、やっぱり、今後もう少し、伸びしろがあるんじゃないかなというふうには思いたいですね。まあ、なんだかんだ G1 級の3頭の次にはゴールしているんで、まあ、これでね、力をつけてくれば G1 級にどこまで追いついてくるか、来年はどこまで迫ることができるかというのは楽しみにしておきたいと思います。まあ、そしてダイヤモンドステークスはオルフェーブル3区がワンツーフィニッシュということでね、まあ、万葉ステークスの勝ち馬4歳馬、ミクソロジーが重賞初制覇、2着のヒュミドールもオルフェーブル3区ってことでね、まあ、これあの2頭とも斤量56キロだったんですが、今回のメンバー構成の中ではこの56キロがトップハンデということになりました。まあ、そういう意味ではね、トップハンデなんだけれども、まあ、この時期4歳の2月っていうのはこの長距離戦はね、まだ1キロ減があるんで、まあ、4歳馬56キロ背負ってた4歳馬2頭がまあトップハンデだったということでね、まあ細かく言えばなるんですけども、まあ、一番筋量が重かった馬たちのワンツー、まあ、比較的実力通り、この時期にしてはハンデとか関係ないような結果になったよね、というところですね。まあ、そしてね、まあ、そんな中でその次にですね、まあ、一番人気のシルブロン。まあ、昇級初戦なんで、筋量55キロ。まあ、で、3着構想ということでね、まあ、逆に言えばね、シルブロンなんか、まあ、筋量が、ワンツーの2頭より軽かったわけじゃないですか。55キロって筋量は、まあ、昇級初戦だとして、まあ、見どころあって筋量増やしますよっていう扱いではなかったハンデキャッパーさんは、まあ、シルブロンを強いと見なさなかったけれども、馬券を買う人たちはみんな、いや、大丈夫でしょって言って一番人気にして、ちゃんと馬券圏内に来た、力は見せたわけですから、まあ、このレース、まあ、ハンデキャッパーの負けと。まあ、これね、ハンデ戦だから横一線になってならないとかね、そういうハンディキャッパーが何を目指してますっていう表向きのものっていうのは、まあ、条件戦ではそうかもしれんけど、重賞オープン特別オープンクラスではね、まあ、そうじゃないこう規定みたいなのがあるよねという中でのハンディキャッパーの裁量として、今回はまあハンディキャッパーの負けと言えるハンデ戦だったんじゃないかなという気がしますね。そして京都牝馬ステークスは写真判定の末、ララクリスティーヌが優勝しました。まあ、結局ね、2番人気、1番人気、3番人気の決着、つまり、まあ、3連複で言えばね、まあ、1番人気のはずの組み合わせなんですけども、それでも2530円ついたというね、まあ、それはね、結構ついたなという感じ、混戦模様だったなという気はします。まあ、1番人気、2番人気がね、抜け出して叩き合い、これが写真判定になって2番人気のララクリスティーヌの方が優勝したわけなんですけれどもね、まあ、この2頭はだから比較的抜けて強かったかなという気はします。まあ、そして、まあ、ネット競馬の想定人気順ではもうちょっと下の人気だったっけのララクリスティーヌ。まあ、しかもオーストワークを引いてしまったんですけれども、
これをね、見事岩田康成がインに潜り込ませて、イン座し決めての3着ということで、ね、まあ、こういう腹のね、腹を据えたみたいなね、腹の座った騎乗をするなんてことに関して言えば、岩田康成っていうのはもう本当に頼りになる騎手。まだまだもう、息子がトップ騎手になってきてるとかっていう状況で、まあ、パパがすごいっていう意味ではね、まあ、横山紀乃と武志とかね、と以上に、岩田康成パパの方目立ってるからね。まあ、父親同士の比較では今のところ、今の比較ではまあ岩田康成の勝ち。まあ、地元から JRA に行ってのね、トップパフォーマンスの比較では、ノリさんの方が上のような気もしなくもないけどね。まあ、この2人の親子2代にわたるライバル関係みたいな感じでね、今後もね、頑張ってもらいたいなと。まあ、抜けた2頭、これをね、もうちょっとだから手を絞れたらもうちょっと儲かったのにな、なんていうふうに思いますね。まあ、そして最後のニュース、J2 開幕戦バンフォーレ甲府は山モンテリオ山形に1対2で敗れました。うん、内容もね、まあサイドをね突破されて、まあ満車がついていったんだけれども、ドリブルしてくる相手のフォワードにね、普通に走ってって振り切られて、ドンピシャのクロスを上げられて、まあ開始早々に9分で失点ということでね、あんま良くはないんだよね、まあそこのね出だしはね。まあただその後は守ってて、まあコーナーキックから、宇高が飛んだ後ろにね、竹富がいて、宇高の影に隠れるような形でマーク外して、まあ、ズドンと決めてくれたんでね、まあ、宇高も竹富も去年は京都にいた選手でね、まあ、それぞれ満了かな。まあ、京都が、ガンバにいた元ヴァンフォーレ甲府のパトリックを取って、まあ、その分元ヴァンフォーレの宇高がフリーになって、で、宇高が甲府に帰ってきたと。まあ、本当はね、パトリック帰ってきてほしいななんて思わなくもなかったんだけどな。まあ、パトリックはほら、帰化申請の関係で、今、引っ越しができないということでね、関西圏での移籍となったみたいですね。まあ、そしてね、宇高が帰ってきたなんていうのもね、J2 で20点取ってくれた選手ですからね。まあ、1割、2割力が落ちてたとしても、10点台後半、まあ、期待したいですね。そして、オミが PK を与えられて、万事休す。せっかくね、追いついたんだけれども、オミのプレーが PK の判定、何度目やと、いう感じですけどね。まあ、とはいえ、まあ、使われてる選手っていうのは、まあ、ちゃんとやってるから使われてるんだっていうね、その辺の、話からすれば、まあ、オミが悪いっていうよりは、もう、この年の43になるオミをね、追い落とせない若手が悪いというふうにも言えなくもないんでね。まあ、今後、こういうのが続くようだったらね、若手がそれ以上にちゃんとやってくれんと今年困るぞと。あ、やっぱ2期が抜けたのは大きいなというところですね。ただまあ、負けた試合っていうのはね、どこまで行っても42分の1でしかないんでね。まあ、開幕戦っていうのは勝てば、その42分の1以上の勢いとか出てくるけど、負けたらまあ、切り替えて42分の1でと、いうもんですから、まあ、開幕戦だから気にせず、っていうかジンクス的にはね、甲府はまあ、特に篠田監督が甲府に行った頃からその後ぐらいまではね、開幕戦にしろ負けるもんだって時期でしたから、まあいっかという形でね、切り替えていってもらいたいと思います。以上、ハッチーでした。